大学はまあ美大だったんですけども、アーティストとか絵を描くこと全く興味がなくて、企画会社に入っておもちゃの企画書とデザインを描いてたんです。98年ぐらいに芸大のデザイン科 の非常勤講師をしたんですよ、デザイン科。それでその時に学生が作ってたアニメーションを見て、面白いからできるかなって聞いたら、あ、簡単ですよって言われて、聞きながらこう書いたんですよ。それ簡単じゃない、簡単なんだけど、すごい、ものすごい量じゃないですか、書くの。で、しまったと思いながら、でも書いて、絵がこう動いたのを見て、なんかこう、ざわざわってきた。あんまりその、何か目的のためにあるものじゃないものを作り始めたのは、そこら辺からなんですね。その後にだんだんそれがあんまり枚数描いてると一枚の絵をしっかり描きたくなってきて、それが大きな絵になったりっていう感じで、で、飽きっぽいんですね。だから絵を描きすぎるともう絵なんか一生描かなくていいなって思うんですよ。次に全然違う何か新しいこうおもちゃ探すように、新しい、ま、メディアを見つけて立体を作ったり、ま、絵本を作ったり、結構心を変えて、そういう流れで来てますね。今回の T シャツになった柄が、オオカミを遠吠えしているようなポーズなんですけど、で、背中にこう森と町の風景がこうたくさん隣接してて、それで口からはナイフがこうたくさん剥かれているような、そういうデザインをしてるんですけども、5年ぐらいに六冠の森って展覧会をキュレーションしたことがあるんですね。自分の視覚だけでやってる仕事の他に、その自分の想像力っていうのがどこから来てるのかっていうことを探りたくて、五感を使って第六感をなんとかキャッチできないか、そういう怪しい展覧会をやって、狼がですね、六本足っていうこともあって、その六冠の森の、ある意味シンボリックな素材として出てきたんですね。で、その狼が今回 T シャツになっているという感じ。いつも作品に大々的に出てくる狼なんですけど、それがこう普通のことのように価値がすごくこう、なんて言うんでしょうね、一般化されて、みんながこういるっていうことのことが見てみたかったっていうのはありますね。一作品がたった一個だけ、このように一個だけじゃなくてたくさんあるってことの、 T シャツはそういう楽しさがありますね、去年4カ国か5カ国くらい行ったんですね、その展覧会で、はい、ヨーロッパだとど田舎まで連れて行って、そこにその期間だけはすごい、ものすごい人が、EU 中から集まって主要な人が集まるのに、なんで日本のど田舎に呼ばれないんだろうっていう、そのことがだんだん起こってきて、あ、これはそういう流通がされてないっていうか、マーケットがないのもそうだけども、地方でそのお金を生み出すアートによって仕掛けが何もなされてないんだなってことも、産業として成り立ってないっていうのはすごく実感したんですね。でも見たい人はたくさんいるんですよ。なぜその仕組みができないのかっていうことは非常に疑問に思うし、ヨーロッパの田舎に呼ばれるんじゃなくて、日本の田舎に呼ばれたいっていうふうに思うようになったことが、なんか多分その答えになるんじゃないかなと思います。